ストラン。今日県芸術祭、富士の国県芸術祭に来ました。グランシップで、アンケートを書くとこうどれかがもらえるんですって。うーん、ね、入り口で目録がもらえます。これ写真撮影 OK。 本当だね。ね、分かる？藤波さんって一緒に静岡のお教室に、うんうん、日本画そうだね、日本画だね。そう、全部日本画コーナーだ。最初日本画なんだね。池谷さんの。うん。ね。何これ？これ参考になるね。ああ、版画の。うん。うん。いろいろドライポイントとかメゾチントとかの説明が書いてある。これいいね。この人の。富士市。静岡県内だから、あ、笹野さんだ。うーん。今ちょうどね、笹野さんが今週アート影山でやってくれてますね。うん。山田さん？これね、山田さん。うん、結構さ、なんていうの？勉強になるね、こういう、アクションが、うん、そう、いや、審査票、なるほどね、評価の文言っていうかさ、うん、書いてくる。でね、この作者コメントってあるんだけど、書く欄はあるんだけど、書いても書かなくてもどっちでもいいけど、やっぱこうして出るときにこう、やっぱり作者のコメントがある方がなんとなくこう、分かりやすさはあるよね。これが芸術祭賞なんだ。うん、すごいね。あ、まだ若い方だね。高校生。あ、高校生。清水南だ。へえ。すごいな。うん、これ斉藤リラさんだね。松下さん？そう、島田の松下初江さん、増田久江さんのもあったし、木村さとみさん。なんかコメントがね、面白いよ。読んでみて。若い方々は他種の QR コードやアプリを自在に使い楽しんでいます。その順応性の速さに魅了され、その姿を描きました。お、木村さんの中ではこういう風になってるのよね、きっと。青島さん、うん、藤枝の。増田さんね、川の、うん、アート影山賞。でもこれなんかも面白いよね。絶対これみんな見て、普通のキャンバスと違うからさ、どうなってんのって感じだと思う、この表面が。八木健一さん、これもすごいね。これも面白いね。うん、高校生だ。本物の伴奏ね。
芸術祭賞すごいね。東京かな、どこのあれなんだろうね、この人は清水の人だね。20年前の新宿駅周辺。大池さん、大池さん水彩だからね、多分あれだよね。ああ、うん、長野さんね、藤枝の。おお、額がぴったり合ってるんじゃないでしょうか。ね、古永さんだね。古永さん、お、古永さん、こういうの初めて見た。あの炎はさ昔から見たけど、ほら風神雷神かな。やっぱいろんなとこの人いるね。あ、生見さん。久美さんだ、 Going for the one。 ここ、あ、彫刻造形の部屋だよね。すごいね。こういうふうに、この作品は一人が1ヶ月に出すプラスチックゴミでできてるって。こんなに出すんだね、1ヶ月に。プラスチックにこう、ま、塗料と塗って、それが人の形になっている。これ運び込みした時どう、重かった？そんなに重くなかったよ。それやっぱり壊さないように。ああ、そうだね。羽田さんの、すごいね、これ。そうですね、一通り回りました。なんか一回見ても2周目また見たくなる、しっかりこう最初はパーッと見て、あの2回目はこうぐーっとこうじっくりね、コメントなんか読むとまた違う雰囲気が感じますね。東アジア都市2023年静岡県県主催事業富士の木の県芸術祭、これ毎年やってますね。誰でも静岡県内に在住の人でしたら誰でも出品できる、まあ、入楽はもちろんありますけど、あ、もうそうそう、初めての人も初心者の人っていうかね、まあ、ベテランの、そう、運び込みも一般の方も直接持ってくることもできますし、うちみたいな業者が代わりに代行して持ってくるっていうのもできます。しかもジャンルがね、全部ジャンル、日本画、版画、水彩、油っていうの、東アジア文化都市。今ね、アンケートを書いたんですよ。アンケート取ったらいろいろもらえるの。油取り紙とかボールペンとかおせんべいがアンケート書くとこれねくれました。どれか1品1点ね。
プレゼントしてくれるみたいです。で、音楽でしょ、合唱コンクール、武道公演、演劇コンクール、春の祭典とかね、いろいろやってる。かわいいこれ、かわいいねこれ、パステルドヤ猫、ドヤドヤ